蝶の仲間の膜です。どこだっけ、どこだったかな、ノルウェー、ベルギー、ノルウェーのドーム建築にカップでタップ、よいしょ。今日のこだわり木合わせ、じゃーん。で、どこ行った、これはね、ドイツパップを切って作った座布団、これもティッシュカバー、これとこれ私が作りました。で、新しいギア、ドイツ軍のリュック、かっこいいね、よいしょ。皆さん何か作ってほしいものあったら注文受けたまわります。なんだかこんなかっこいい箱もいますね、よいしょ。焚き火台はトンビ、今日もみんなトンビでやってます。もう一つこだわりのギア、じゃーん、聞いたけど名前忘れちゃった。こだわりのギア、いいですね。よし、こちらはフランスカップ、寒くて前跳ね上げできないみたいで、なんか引きこもりで、タップ、さあ顔が出る、あー、さ、こだわりのギアはこれ、なんだっけ、カツオロたたき、あ、こだわりのギア、そろそろ貝たき火だい、とんび、どん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 、スウェーデンブスキット配合、あれ、これはお玉、お玉、あ、今日お玉忘れたんで貸してもらう、こうやって狭いところに引きこもってます。こだわりのギア持ってない、何、何それ。何が出てきた。四角いケトル。四角いケトル。汚ねえな。火が待ってる。結構にこだわりのギア持ってる。このジャンバーも高いやつらしい。8000円で。あったかそうね。はい、はい、ありがとうございます。もう一人、ポーランドと東ドイツ建設料理長の料理のやつで幕だけ。料理頑張ってます。料理長特製もつ、もつ煮、わー、美味しそう、すごーよいしょ。んーと、もう一人私と同じソロティッピー、トトトトトトト、おお、 US、 US、
結構大きくていいね。旅行にも使えそう。お、ツールバッグ。ツールバッグ。おお、すごいすごい。もう一つほら、US 椅子。これはレプリカです。レプリカです。おお、みんな揃えてる。あと座椅子も。大事な座椅子。座椅子はいい。いやいや、それも US だから、どこにもないUS の座椅子カバーです。残念、はい、いやみんなかっこいい、揃ってる、はい。